カメは恐竜と同じ爬虫類に属し、発達した4本の足と硬く、頑丈な甲羅を持つ、頼れる兄貴的存在ですが、今回は、クッソマヌケで可愛いカメさんをご紹介いたします。それではどうぞ。クソでかいカメさん、無様に打ち上げられる。でっけえカメさん、打ち上がるー。マヌケで草。ワイもウミガメ釣ったことある。後日迎えに来てくれそうやな。かわいい。早い。ワイもうちょいやり方ってもんがあるやろ。1分後ワイもうちょいやり方ってもんがあるやろ。陸上で仰向けになったらこいつら終わりやね。亀の日光浴には、甲羅や皮膚の殺菌効果と亀の健康を保つのに必要なビタミンを生成する役割があり、亀の体を温め、活動をしやすくしている効果もあります。亀を飼おうと思われている方は、太陽もしくは爬虫類用の紫外線ライトを設置し、亀の気が済むまで日光浴をさせてあげましょう。優しておっさんや。包丁で木を切ろうとするのくさ。ひっくり返ってジタバタしてんのかわよ。亀なんか助けたばっかりに、この後竜宮城連れて行ってくれるんよな。ひっくり返った姿がまぬけかわいい。テトラポットにはまってるアホ見たことある。向こうに逃げたかと思ったら浜辺に帰ってきて草。深いところ怖いんか。優しい世界。これが現世の恨めし太郎。逃げるの早い。亀とかいう冷静に考えると謎生物。絶滅しないのが不思議。一切感謝する素振りも見せずに逃げていくの腹立つな。亀視点やと助けてくれようとしてるのか捕まえて食べようとしてるのかわからんし。亀矢印この感じ亀に似てるよな。うまそう。敵やとしか思われてないやろな。亀って鳴き声あるんやな。水に入ったらさすがに俊敏で草。元気そうでよかった。おじさんに礼ぐらい言えや。わいなら言うぞ。クリリンが背負ってたやつ。よくこんなんで生きていけるな亀さん。まあ浦島太郎のせいで亀に対して期待値高いところはあるからそっけない素振りされると少し悲しいよな。亀ってほんと間抜けだよな。でもそこが可愛い。動画ひっくり返った亀さん、亀の集団に取り囲まれてしまう。優しい。人間がしとるより生き物って意志あるよな。ワイより賢い。亀って助け合うことができるんやな。すごい映像やでこれ。あったけえ。これ優しさじゃなくて鬱陶しいから助けるらしいな。ツンデレ可愛い。本能だろ。種の存続に関わるだろし。まあ水面パシャパシャで餌と勘違いして集まったのかもしれんが結果的にどうし助かるのはようできてる。これ全部ひっくり返したらどうなるんやろな。すげえ。亀って知能あるんやな。カラスも人が物を投げる動作を理解してる。実際に投げなくてもその動きをしてみるだけで遠くにいても逃げる。優しさから助けてると本当に言えるんか。いざという時に助けてほしいから助け合う制度ができてるだけの可能性もあるやろ。利他行動は利己行動。すべての生物はそうや。それすらできない人間。人間なら少し離れた場所出て取り囲んでスマホパシャだよなこれ。日本人ならスマホ取り出して写真撮ってメディアに一動画5000円で売ってるわ。同じ状況になったらスマホパシャ SNS アップロードの奴らよりはまともな存在やと思うで。人間より優しくて草。一方日本人員東京は救急車を無視した。アメリカの亀の方が日本の亀より優しかったりするんか。うちの緑亀は30年世話してやってるのに未だにワイの指と餌の区別つかんアホやぞ。亀とかカエルって何でもとりあえず食おうとするよな。猫のやつも好き。この猫賢いな。お婿さんにしたい。これはクール。優しいな。さあ
おもろすぎる。こういうドッキリがちょうどいい。最後の方ちょっと気づいてるのくさ。そうはならんやろ。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。